さあ、やっと6月25日です。もう1日単位ですよ。伊賀の中山です。数百の衆を率いて集まる。で、多良の渡鶴寺です。皆さん、渡鶴寺はもうご存知ですか？なんか松の枝切りみたいな神事が残されたところですね。もう神田町になるかな。神田夜明けに到着と、しばらく食事休憩とありますね。それから積江の山口カフカ、これが多分甲賀だと思います。御栄の、竹地の巫女の一行と遭遇しますね。この時の家来たちの名前がまたこう書いてあります。そして大山を越えて鈴鹿の氷に至るとありますね。また家来が集まってきますね。で、鈴鹿の参道を防ぐところと書いてあります。で、川輪の坂下で日が暮れます。で、皇后の疲れを見てしばらく休憩。地頭でしょうね。雨が降りそう、寒さ、雷、豪雨で従者たちは着物が濡れ寒さに耐えられなくなった。で、三重の、氷の、三宅に到着したところで小屋を一軒燃やして、このためです、小屋を一軒燃やして暖を取らせたと。で、夜半に鈴鹿の関の司さ襟の使者、山辺の大君、石川の大君を席に留め置いていると、天皇道の辺り増人ですかね、を迎えの使者として送ったとありますね。これがまたその時の地図です。で、24日朝吉野の宮を出港した一行は25日朝多良尾へ到着。馬にも乗っているが、ここまで101キロ、歩行速度4ないし5キロメートルパーアワーとしても相当強行軍ですよって。めちゃくちゃ強行軍です。僕歩けません。もう今の私全然無理です。5キロなんて、時速5キロって言われたら無理です。はい、こういうことですね。こう言っちゃうわけです。6月25日朝ですね。はい。で、6月25日もうここまで行っちゃうんですもんね。これすごいですよね。ここで日没です。はい、うん、すごいです。本当に強行軍ですね。戦ってこんなもんですかね。横川から平尾台の分岐、正面は、甲の山、これは行橋市ですね。ギリギリの入閣あたりですね。はい、それからここが、左東ヶ峰ですね。はい、このあたりこう通っていきますね。それから平尾台自然観察センターの案内板にある五稜山と中峠というのは残っておりました。これが渡鶴寺地区です。もう平尾台のすぐ南ですよ。それから渡鶴寺地区から、高城山ですかね、大山を望むということで、この宮古トンネル、まあ、この上をと峠を通っていったんじゃないかと思うとおります。それからさらに伊賀の氷の三宅から川輪の坂本、これが多分宇原神社だと思います、までの位置関係ということで、ここに高城山って一応、それから渡鶴寺ここにしてありますね。それからここに中峠があります。で、ここが平尾台の自然観察センターです。それからここが椿市廃寺跡です。で、これが甲の山です。だから、大天皇子の一群はこう通っていきますかね。こう取ってこう、なんか知らんけどこれ意外と尾根沿いですよね。だからどっかにやっぱり敵がいるんでしょうね。近江町のね、役所があるんでしょうね。はい、こんなとこです。こういうとこばっかり通ります。大天郡ですね。やっぱりまともに通れなかったみたいですよ。さあ、26日です。今度は朝家の氷の東側、今の小倉流れてます貫川のあたりで天照大神、どっちの天照大神ですかね。磯道ですかね。神田町ですかね。磯道ですね、やっぱりね。磯道の天照ですね、これね。防廃ですもんね。遠くですもんね。神田町も割と近いですもんね。で、増人がその時山辺の大君、先ほど出てきた山辺の大君、石川の大君ではなくて大津の巫女でしたということで、大津の巫女と共に戻ってきたと。で、この時にまた従者が、繰り返し述べられます。そして、朝家の、氷の、三宅に到着寸前におよりも活躍しますが、
灰まで、ミロの死3000人を発し、不和の道を塞いだことを奏上して非常に大天の巫女後の天武天皇に喜ばれます。それで軍家に到着後、直ちに竹千の巫女を派遣して軍を統括させたと。いよいよ実際の隊長ですね、竹千の巫女ね。そして東山道に派遣します。それぞれ軍を起こすと。で天皇、天武ですが、この日に、桑名の、軍家に宿り、そこに留まるとありますね。はい、これがそのコース図です。鈴鹿の関、三重の軍家、東川でしたっけね、はい、桑名の軍家6月26日、そして不和の軍家6月27日。とにかく強行軍ですね。この時の距離、三重の軍家草見だとしますと3キロ、それから東川で貫川までで3キロ、で3キロ行ってまた桑名軍家小倉、カントリークラブ、15キロ、不和の軍家郷間でしたっけ、大間でしたっけ、大間ですね、大間との間が15キロ。やっぱり結構ありますよ。あります、山ですよ、山でしょこれ。だから平地には役所があるんですよ、近江町。だこれみんな避けるようにして、なんとか平尾台まで出てるから、くね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 歩いてるんですね。いや直線で行きゃ早いんですよ、直線で行きゃ早いけど、こうやってわざわざ最初にあった通り、あの数十人ですけど、後に家来たちがどんどん増えていきましたんで、もう今3000超えてますね、もう3000超えてます。だってもう竹千の巫女も合流、大津の巫女も合流してます。かなりの軍勢集まってきてます。もう1000単位です、もう3000以上です。それはあらかじめ省略してたんですか。いやだからあの最初に使者を飛ばして派遣させて、それでいつどこそこ、あの例えば大間で合流せよとかいう指示を出してるわけです。大天の巫女がね、吉野からね、早くにね、うん。それで期日通りに落ち合う場所でみんなが落ち合い始めてるから、兵がだん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 膨れ上がっていったんです。最初はだから本当40人ですよ、吉野の宮出発した時40人がもう大間のあたりでも3000人超えてる。随分前から長略に入っとった、入っておりました。そうでないとこんなにうまく運ばないし、で多分役所は平地の一番いいところにありますから、そこを避けるように避けるようにからこう山道ばっかり行ったんですね。だって豊国で乱を起こしてるんですよ、全部天地の領地ですよ。その天地の領地の役所は一番いいところにあるわけですから、それを避けるようにして尾根伝いとか細い道とかずぶ行ってるわけですよ。まあ小野川と普段から行けば早いけどね。そりゃ川行ったら一番楽ですけど、絶対敵に捕まりますわ。で軍備してらもう絶対抑えられますよね。はい、これもまたさらに鈴鹿の関から不和の軍家郷間までの位置関係ということで、もう分かりますね、貫山ですね、鈴鹿の関ですね、さっきの宇原神社ありますね、そうやってこう行って桑名軍家ですね、長野類はこれちょっと関係ないですね、この郷間まで。いや平地通ったとは思えないですね、やっぱり多分このくね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 山沿いからこう入っていくんでしょうね。はい、これが今度は不破の、軍家から不破の関7キロ、不破の関と野上が4キロ、野上と和座見、これ今の高尺ですね、5キロと。この高尺も読みにくいですよね、普通これで高尺って九州の人しか読めんですよ。東京の人がこれ高尺って読める人誰もいないですよ。やっぱり普通には過密薬とか上津駅とかそんな読み方しかできんでしょうね、はい。さあこういう感じですね、やっぱりこういう道路がありますね、はい、はい、この道へ入ってきますね、車道からはね、はい。これが6月26日でしょ、ここで6月27日でしょ、竹千の巫女は6月25日ここまで来て、ここで和座見で会いますね、はい、はい、和座見です。ここでやっと竹千の巫女と合流ですね。でその不破の宮、大間から和座見までの位置関係というのをもう一回見ますと、
高校ですね。はい、不安の席ですね。大間ですね。もうみんな山でしょ、これどう考えても山ですよ、言ってるのは。険しいです、険しい険しい。まあ一応馬に乗ってても険しいから、まあ行けることは行けますけどね。でも3000人が全部馬に乗ってるとは考えられないから、大部分歩いてますね。結構これ厳しいですよね。はい、そういうのがお分かりいただけようかと思います。僕最初ね、不破の席がね、この角野さんここにしてあるけど、僕はひょっとしてこの河内湖の中に沈んでるんじゃないかと思ってたくらいなんですよ。この辺にあるはずだかなって、最初の年行った時に全然見つからなかったんで、この水の下かなってな感じで、もう似たようなもんです。はい、でもここだとね、確かに両岸迫ってますもんね。ここに関所気づいたら割とこれ抜けない位置ではありますね、これずっとね。これでも谷沿いですか。これでちょっともう上策作られたらもうなかなか抜けないです。はい、さあ6月26日さあ近江町です。大天の巫女の東国入りで都の内、長津宮でしょうかね、大騒ぎです。だってすぐ東の大地に出てきたんですよ、大天の軍が。はい、で大友の巫女、直ちに大天の巫女を、追撃という、神下からの言葉に従わないという優柔不断ですね。でその代わり大友の巫女は、東国和挙筑紫吉備の国の4方面に挙兵の使者を派遣。筑紫の大祭、クルクマ王は兵を動かさず、西紀の村地男虚しく帰る。この時のクルクマ王がすごかったですね。太宰の措置、筑紫の大祭ですよ、いわゆる太宰の措置ですよ。それでここの軍隊は対外、外国が攻めてきた時のための軍隊で、内乱に兵は出せぬと言って、そして周りにもその、近江町の使いの、意味を知っていて、周りに屈強な武士をずらっと並べて追い返すんですね。だから僕はクルクマ王がひょっとして大天の巫女の実弟じゃないかって言うわけです。そら兄ちゃんをやっつける軍隊に出られるんでしょう。いやだから大友の巫女ではなくて、天智天皇が筑紫の大祭従わないんだったら殺しとけって命令してるわけですよ。これちゃんと入書書いてあるんですもん、従わなかったら殺せって言ってるんですよ。そうやってこの佐伯の村じゃ男は出かけていくんですけど、相手のクルクマ王の方は一枚上手だと。これは外国軍が攻めてきた時の軍隊だと、内乱にいてなど稼ぐのちな感じでね、ガンとして跳ねつけたんですね。もう劇的ですよ、もうあれだけでドラマになりますよね。誰がやればいいですかね、今の役者の中でね。はい、さあそして府警、これがね、最初はこれ天地側なんですよ。病と称して和教の家に退出、情勢を見て大天の巫女は優勢と知ってから味方になるんですね。いや、いつの世にも日和見主義者はいるわけです。部外法に行こうと。それでマグタ、これはお兄ちゃんです、府警のお兄ちゃんですね、は天皇に従うと。で府警はまず手柄を立ててからと、同族や合計数十人を集めて、そしていざという時に手柄を立ててから天武と合流を図ろうとするわけですね。抜け目がないですね。この府警の歌がまた万葉集にあるんですね。どういうわけかね、大友の府警の歌っていうのがあるんですよ、万葉集に。はい、さあこれでとうとう開戦になります。はい、ここです、近江長津宮和座見、ここです。この間で開戦が行われます。はい、6月26日近江長津宮に東国の兵を起こすべくんぬんとありますね。そして、攻めていきますが、早くも竹千王子の伏兵にあって、文の与え薬が捕まったとありますね。早くも近江町の使者が捕まっておりますね。開戦初戦で近江町側も早くも捕虜になっておりますね。さあ6月27日です。もう府警寝返りましたから青です。竹千代巫女より桑名軍家に使者と、御所が遠くて連絡が不便と。天武天皇皇后桑名へとどめて不安に言いなさると。で天皇不安の軍家に到着目前にお会いの告知うんぬんとありますね。もうここで2万って書いてありますよ。
2万の兵。だから豊前の国の東海岸ってそんなに軍隊いたんですかね。天武に味方する側が2万って書いてありますよ。どう考えても尾張の国司って書いてありますから、河原方面、河原方面が寝返ったんですかね、これ。寝返ったしか考えられないですよね。でその軍を分けてあちこちの道を塞ぐって書いてあるんですから、そりゃ2万の兵が来たら分割してあちこちの近江朝が攻めてくる道を塞ぐことができるわけですよ。地理的に OK なんですよ。いや尾張ってやっぱ河原ですよ。河原、河原の大軍勢が大天皇子にもう寝返ったんですね、これね。で野上でしょ、さっきの河内ダム付近でしょ。至る頃竹千代皇子が技見皇爵よりお迎えに上がると。で近江朝よりの、文の値薬ね、それから押坂の値大丸を捕らえる、もう捕らえてんですよ。で、岩月は逃げ帰ったと書いてありますね。で竹千代皇子に鞍を乗せた馬を束い軍事について全て授けると。で皇子、技見に帰ると。で天皇は暗宮を野上に起こすと。で6月28日天武天皇技見においでになり軍事について検査し考えられると。またここで作戦計画を願えるんですね。29日天皇技見においでになり竹千代皇子命令を下すとともに群衆に号令をおかけになった。もうほぼ決戦に入っていきますね。野上に帰還なさる府警、これがまたいろんな人と内容を図るっていうのがありますね。これよく分からんですね。それから近江の使者、穂積の近江、これは向かってでしょうかね、桃谷でしょうかね、桃谷ですね、を切ると、だんだん戦い激しくなっていきますね。で、また敵を捕らえたがしばらくしているし軍中に置くとありますね。それから高坂の大きみ前出てきました軍に従わせると。で大友の村地安丸、坂の上の値お湯、サビの君宿根マロらを、不和の宮に残し報告と。で天武天の府兄を将軍にする。ここで府兄が将軍になります。あの日和も決め込んでた男がいよいよ手柄を立てて天武天皇に馳せさんじて手柄 を立てて合流してますから、もう将軍です、いきなり。で三輪の君竹千麻呂、鴨の君恵美氏ら、大勢の豪傑が配下に近江を攻撃します。近江攻撃の大部隊の将軍になっていきますね。府兄ってずる賢いですねはい、こういうこれはかつて天野さん桜井さんに作ってもらった図です。大体同じ位置です。近江京はやっぱりここになってますね。やっぱりこれは長津京ですね。はい、それで開戦3、6月29日戦端開く。もっと激しくなっていきますね。あちこちでこう戦い抜きます。これが田川市奈良ですね。奈良ですね。将軍府兄は飛鳥寺から北へ向かい、飛騨ですね、行く足です。諸将を分け、方々の守備を命じ上津道から奈良へ進軍。上津道から奈良へ進軍です。で、平石野は御所谷を下ったあたり、高安城は馬ヶ岳山頂に当たるんではないかと。ここにある河内は払い川伊勢のことかと、まあ、こういう想像です。だから不確定なものも1割から2割あります。いずれしろ田川がほとんど激戦地でしょ。意外と田川激戦地なんですよ。はい、それで7月1日です。はい、和京軍まず奈良に向かいます。で将軍府兄奈良に向かって飛騨に至った日、河内から軍票がたくさんやってくるという情報がもたらされたとありますね。それから300人の軍師をつけて立田高安城馬ヶ岳を防御させると。でそれからいろんなありまして大阪に駐屯させた大阪山のあたりですね、あの中腹ですね。それから岩手の道を守らせた、これは中愛峠かもしれませんね。はい、そして、平城の高安城、高安城とこう出てきます。一応全部当ててあります。それから伊勢の大山を越えて大和へと。で多良野に駐屯させます。クラフの道を守らすとありますね。で不和軍が不和より出て、直ちに近江に入らせると。で近江軍と識別するため赤色の印をつけさせるとありますね。さあ近江軍もこの時もいよいよ大決戦とばかりにいろんな軍勢数万
数万出してきます。この近江軍のこの人たちのために、大海人の軍隊がこの時負けます。殺されるですね。でこの乱で進軍できず、蘇我の御身畑康犬神より帰って自死すとありますね。で近江政兵によりたちまち玉倉部の村を攻撃するも、出雲の御身小満により反撃され追い出されるということで、この時近江軍絶頂です。絶頂です。でそれで大海人の軍は、非常に、苦戦したわけでありますがね、ここでも大体負けますね。あちこちから負けております。さあそれから、ここの不破軍和京軍が、この高安城あたりから、賢の坂の道、まあ、この辺りで、とにかく、あちこち戦って、負けたり勝ったりを繰り返しますね。さあそして、7月2日、ここの時ですね、裏切りを恐れて殺害したりしますね。で、天武は不役を授けて将軍としてとありますね。で、それで山辺の大君は基準するため一旦は大津の御子と鈴鹿の関まで来たが、何らかの理由で近江に帰ったかということで、やっぱりこの時家来たちの奇数が明らかでないんですね。情勢が動くもんですから、もう時の戦いであっちが負けたこっちが負けたで、あの進化の中にもですね、いや近江町が勝ちそうだと思うとまた近江町に戻ったりという連中も出てきたみたいです。もう大変な戦いです。これ詳しくやっていくともう本当に長くなっちゃいますんでね、あのかなり簡略しておりますが、さあこの辺りからちょっと転換点が始まりますね。でこの時に3000の兵を率いた大老美の穂氏、これがタラロに駐屯します。で田中の海の、足丸に、クラフビチの、守備を命じるとかありますね。さあここです。和京軍7月3日奈良山の海に駐屯します。府警ですよ、府警。